どうも、アイチです。すごくない？すごくないってあんま見えないか。これほら、東京タワー乗ってますいやすごい景色ですよね。もう絶対プライベートで泊まることができないホテルに今泊めてもらってるんですが、去年も参加させてもらった YouTuber のね、クリエイターズサミットっていう2019が今年東京でありまして、去年は韓国で会って参加させてもらったんですけど、それが今3日目の夜で、明日朝ね、明日もチェックアウトして帰るだけなんですが、となりました。で、つまり今さっき、最後のパーティーが終わって部屋に戻ってきて、まあ1、3日間ね、いろいろあったんで、それを踏まえて動画撮って終わろうかと思います。多分まあ10分ぐらいかな。ちょっとラジオ感覚で付き合ってくれると嬉しいです。結論から言うとね、頭の中ぐるぐるだから、ぐるぐるだよ、頭の中今。そう、いろいろね、うわーってなって、まあそれも、うわーってなったまま話します。それもリアルな感情なんでね。まあ、ひとまず、すごいよねっていうのは共有したかったんです、これがね。ただ、自分、高所恐怖症なんでね、あんま窓際がちょっといけない。こうやってできないんだけど、怖くて。普段ね、こう閉めてるんだけど、そうそう、ちょっとせっかくだし、いい景色だから、このまま開けておきます。そっち、レインボーブリッジとか見えるからね。そう。で、まぁ、今回のね、日本が会場だったので、日本のクリエイター非常に多くて今年、去年は、今年よりも半分ぐらいしかいなかったし、日本人のクリエイターがね、で、そもそも去年はね、全部ウームさんだったの、自分以外。で、やっぱ自分はあんまりそう、なんだっけ、クリエイターの人と接点がないから、特に去年は特になかったから、誰も知らなくて、もうね、心細いことこの上なしだったんだよ、本当に。まあまあね、その3日間の中、4日間の中で、その、いろいろ仲良くさせてもらったりとか、あと思い出深いこともいろいろあったんだけど、で、今年は、その、参加する前から知ってるクリエイターの方がちょっといて、例えば、キヨキヨさん、ゲーム実況のキヨキヨさんとか、オルタナチャンネルの内藤さんとか、元美容部員の和田さんとか、はもう知ってた。あと、キズナアイちゃんのところの、大阪の大阪代表ですね、大阪さん。もう知ってたから、あ、知ってる人がおる、みたいな。まあ、それだけもちょっと心、細さがなくね、参加できたんですけど、で、結局、まあ、まとめ動画ね、あげたと思うんだけど、そこでもあったように、まあ、いろいろ写真撮らせてもらって、で、参加してたのが、ちょっと全員はちょっと長くなっちゃうんで、例えば、水溜りボンドのカンタさん。カンタさんは去年も韓国一緒だったんだけど、カンタさんとか、あとは、寿司ラーメンリヒくん。今回一番お会いしたかったのがリヒくんだったね。もう本当にただのファンなんだけど、リヒくんだったり、あとはバンユンさんね。バンビさん写真撮らせてもらったけど、バンビさんマジでイケメンだからね、びっくりした。もうなんかね、びっくりしたの。語彙力なくなっちゃうけど、ああ、本当のイケメンがいるって思ったもん。うん。いや、みんなかっこいいと思うの。そう、はじめ社長とか、花尾さんとかも、イケメンだなって今思ってたよ。ね、ナイトさんもそうなんだけど、なんかね、もう王道なの。っていう、まあ、もう、ごめん、話それたわ。だったりとか、あとは、写真撮らせてもらった、あ、ポッキーさん。ゲーム実況の。好きな方いると思うんだけど、ポッキーさん。ポッキーさんもね、わー、イケメンで可愛い顔しとるなとか、遠目で見て、写真撮らせてもらったんだけど、あとは女性だと、マータソさんとか、サーヤさんとか、あとは、ふくれなさんとかもいらっしゃったね。あと、アサギーニョさん。アサギーニョさんね、会いたかったね。まあそんなね、素敵なクリエイター、まあ他にもね、いらっしゃったんだけど、素敵なクリエイターの方がいらっしゃって、3日間過ごさせてもらいました。で、まあ海外の、アジアのね、海外のクリエイターの方もたくさんいらっしゃってて、全部で総勢100人以上がクリエイター集まってたから、まあいろんな通訳さんが入ってもらったりとか、まあ自分もほんとちょっとだけは一応英語で喋れるので、まあそれでコミュニケーション取りながらちょっといろいろ話をしてたんですけど、で、まあいろんなクリエイターからね、こうアドバイスとか意見をもらうわけよ。で、やっぱ海外のクリエイターほんとすごいとかすごいの。うん。で、自分がちょっと昨日、2日目の夜にがっつりお話しさせてもらったのが、アジア、韓国のね、クリエイターで、オーストラリアの生まれなのかな？で、韓国で今仕事をしてるんだけど、チームというかもう会社にしてて。そう。で、めちゃくちゃ大きいチャンネルだからね。そう。でさ、こう、まあ、エデュケーションやってますみたいな話をしてて。で、こう、言われたのが、自分の授業を見たことある方はさ、わかると思うんだけども、ガチガチな普通の授業じゃん。何も工夫がないというか、まあ、悪く言うと、この映像っていうのを別に活かしてないっていうかさ、そう。でもそれが自分の中でも大事なの。そう。一応、そこには ポリシーっていうか、計画というか、それがあって、編集授業はしないとかさ、何もしてないんだけど、でも、僕だったら、もっとこういう風に工夫してやり、工夫というか、もう、例えばなんか映像をね、編集で盛り込んでみたりとかっていうのをします、みたいな話をしてて。で、やっぱり、今あるものじゃなくて、
ないものを生み出していかないとみたいな話をしたの。ああ確かにそうだなみたいな。で自分の中でもそれはやっぱずっと思ってるところがあって、自分さ7年前に始めてるからさ、まあ、7年前のスタンスあんま変わってないわけよ。ホワイトボードに授業をして編集をしないでそのままその投稿するみたいな、まあ、今エンディングとかつけてるけどさ。でもやっぱり時代は変わってるじゃん今ね。で時代は変わってって、でもそれでも内容は変えてないわけで、いつかこう自分はもうすでにもちょっと時代遅れな感じがあるのはちょっと薄さ感じてるんだけど、だからその置いてかれるというか、淘汰されてってしまう立場になる方なのかなと思ってる。だからこそ革新的というか、ちょっとこう今までとはないような、今までもう今もう誰もやってないような教育のやり方っていうのをしていかなきゃなのかななんても思ってるんだけど、まあでもそこはちょっとまだもうちょっと先かなって思ってて、もっともっと、まあそのもうちょっと先も一応あるんだわ自分の中でね。そのこういう理念があってここのタイミングでこうやっていくべきだってあるんだけど、実はただただ不安で問題を先延ばしにしてるだけなのかなとか、その葛藤もあるわけその中で。でまあ昨日の夜その方とこう話をさせてもらって、そこからも頭ぐるぐるなんでね、そうだからもうちょっと話が頭の中でまとまってからさ喋ろうかなとも思ったんだけど、でもこの頭ぐるぐるなってるっていうのも大事だと思うんだよね。もうリアルだし、でみんなが人生の中で今まであるかどうかわからないけど、自分も34年間の中では、まあ、あるわけよ。ぐるぐるなタイミングが、な人にアドバイスを受けた時とか、まあ、痛いところ疲れた時とかさ、私これでいいのかなとか、俺これでいいのかなこのまんまでとかさあるわけよ。志望校とかも多分そうだと思うんだけどね、将来の夢とかもそうよ。でぐるぐるな時ってさ、その時辛いよ、もうあーってなるし、もうやだよーってなるんだけど、でもぐるぐる時期を抜けた後っていうのはやっぱ晴れやかな気持ちだよね。やっぱ悩んだがゆえ、時間をかけてエネルギーを使って悩んだわけだから、やっぱりそこでまあちょっと乗り越えた、まあ、やっぱ壁をさ登った時っていうのはいい景色が見えるわけよ。でやっぱそうなるだろうな、そういう風な体験をしてきたから今の人生で。だからやっぱりまあ今まださ全然その景色が見えてないんだけど、いずれそのところに行けるように、まあ、着実に一歩一歩登っていくしかないから、まあ、必死に悩む時期かなと思ってもやってるわけで、まあ、そのまま取ろうと思って、みんなにもそうなってほしいなと。今多分悩んでてさしんどい方もいると思うんだけど、そう今悩みがずっと続くわけじゃないから、そうやってね粘って諦めずにさ、まあ、ちょっと一歩ずつよ一歩ずつよ。うちらはね羽生えてない空は飛べないわけ、ピューンって上に上がれないから、壁があった時に一歩ずつというか一個ずつ登っていくしかないわけだからさ、地道な作業だけどやっていこうぜっていう話もしたかったなと思ってね。でもちょっと話を戻すと、でまあ自分はエデュケーションやっぱずっと教育でこの部分をやっていきたいから、まあそれもこれからまあいろいろ考えなきゃなと思うんだけど、あとはこれ火曜日から参加して火水木金なんですよ。今木曜に撮影してるんですけど、でその火曜日の2日前の日曜日、ね、にYouTube スペースでね、教育クリエイターが集まる、いやイベントがあったんですよ。でそこに登壇させてもらって、で自分は呼び乗りの匠くんと一緒に登壇した2人でね、登壇して今喋ったんですよ。で多分匠くんのチャンネルでフルなのかな、まあ、カットするか分かんないんだけど、動画の模様多分投稿されると思うんで、まあこれが投稿してる時にはもしかしたら投稿してるかもしれない、まあぜひ見てみてください。で、まあ、その時にバイリンガールちかさんも登壇されてて、まあ、別のねセッションなんだけど、まあ、そこでまああったりとかで、いろんな方、そこは授業だけじゃなくって、いろんなことを教えるっていう教育ね。まあ、ちょっと広い、講義の意味で、教育ではあるんだけど、でもやっぱいろんなクリエイターさん見たときに、もちろん、他のね、分野、教育の中でも、自分より登録者多い人だっていっぱいいるし、いるんだけど、でもその授業系、その授業だと、まあ、影響力の面で言うとさ、自分そんなに多くないじゃん。アクティブユーザーもそこまで多くはないんだけど、でも登録者っていうその数字の面では一応、長くやってる分さ、一番にやらせてもらってるから、で、自分のミッションとして一応、まあ、ずっと2つ思ってて、まずは、その教育クリエイターでもちゃんと道を歩んでいける。で、その道をこう舗装していくとか、慣らしていくみたいなイメージなの、自分の中では。だからその、今からさ、新しく始めようとしてる方とかも、今頑張ってる方もそうだし、あとは自分の動画を見てさ、こういうのやってみたいなって思ってくれる人もいて、たまにね、始めてる人もいるんだけど、多分これからも出てきてくれるかもしんないじゃんか。その時にその子たちが、なんか茨というか、その砂利道じゃなくって、舗装された道をちゃんと歩けるように、そういう風にしていきたいなと。それがまあ自分のミッションだし、あとは、一本道じゃなくて、
複数の道がちゃんと作れるように、この道しかないんだよってつまんないじゃんそんな、じゃなくてある時そのターニングポイントが来た時にこの道もこの道もこの道もあるよみたいな、そういう状況にしたいなってすごく思ってて、それが自分の役目だと。でもう一個は伊沢さんとの対談の動画の中でもちょっと入れたんだけど、学校教育、学校とこの YouTube っていう場所の勉強をつなぐっていう、マッチングさせるっていうのが自分のミッションだね。すごくそれ叶うんだったらもうなんか自分別に役割終えてるからみたいなふうに思うぐらいに、そこがすごく大きなミッションなのね。やっぱり日本ってすごくそこがもうまあ、決別してるというか、まあ、マッチングしないわけ全然、まあ、いろんな要素が、まあ、そこをつなぎたいなってすごく思ってる。お互いに、手を取り合えたらすごくお互いにとっていいよ、良くなると思ってるし、でお互いにとって良くなったらそれが、巡り巡って授業を受けてる子供たちの利益になるじゃんか。もうそれが全てなわけよ。そう、だそこになるんだったらと思ってて、うん、でまあそれもやっぱり自分の役目だと思うんだよね。特にガチガチな授業してるからそう、工夫のないね。そうだからさっきの理由をちょっと若干軽く、その何分、まあ、10分話してるもうやめますね、ごめんなさいね軽く触れると、日本の教育現場って硬いんですよ。硬いんです、すごく。それは学校の先生がっていうよりも、それは教育委員会なのかその上の文科省なのかわからないけど、そういったところがいろいろあるわけよ。でそのやっぱ YouTube っていうものが、例えばネットさえもアクセスと、ネットの環境さえない学校なんてもうザラにあるし、ネットの環境あるんだけど YouTube アクセス制限で見れないとかも普通にあるわけよ。で YouTube 使えないんだよね全然ね。でもこのマッチングさせるとか、その入り込むためには一番オーソドックスな授業でやってる方が入り込みやすいんじゃないかなってすごく思ってる。使ってもらいやすいというか、これがめちゃくちゃなんかちょっとトリッキーな授業みたいなのをやってしまうと、みたいな、いやちょっと無理みたいなになっちゃうかなと思って、だからある程度コンテンツを揃えるまでは、まあ、一番オーソドックスな形で授業していく方がいいんじゃないかなって途中から思い始めて、でそれでもずっとこだわってやってる感じなんだよね。まあもうちょっと数算取り終わるからさ、だからまあトリッキーというか、まあ考え抜いて作った新しい授業の形っていうのもできていくかもしれないんだけど、まあ、そのタイミングかもしれない、そろそろね。まあそんなことも思ってて、まあその2つのミッションなわけですよ今のところはね。そう、まあでも全体的に言えることはやっぱり教育業界を盛り上げたいなってすごく思ってて、盛り上げたいっていうか子供たちにとって利益のあるようにしたいと。でそのためには学校の先生忙しすぎるからさ、学校の先生の負担もっと減らしたいわけ。もっと簡単にというか、なんだ、先生そこに時間割きたくないよねってこといっぱいあるんだわ。そう、もっとだってもともと本当子供たちにのためにっていう情熱を持ってる先生いっぱいいたのに、雑務とかさ、もうなんか言い方悪いけどね、保護者対応とかさ、もう研修とかさ、もうなんでそんなところで体力つかなきゃいけないのみたいなことにもう暴殺されてね、どんどん情熱の炎が消えてっちゃってる。そんな先生いっぱいいるんだよね。もったいないそれ。やっぱ先生が楽しく自分のやりたい教育をできたら、めちゃくちゃ子供たちにとって利益があると思うんだよね。いや、あると思うんだよ。嫌って言っちゃったよ。だから、まあそれに、ちょっとでもね、本当に少しでも、なんか、お力添えができたらなって思って、まあ改めてそう思いました。で、最後にね、ちょっとこの場を借りて、改めてと一個誓いを立てて終わりたいと思います。まあずっと言ってますけど、今2019年、来年2020年ですよね。2020年度中ね、に、このチャンネルを必ず100万人に持っていきます。自分の中で今一番大事にしてる目標です、そこが。正直今のペースでいくと非常に厳しい。非常に厳しいんですけど、でも、必ずやります。必ずやる。はい。なので、覚えておいてください。2020年度中に必ず100万人まで持ってきます、このチャンネルを。はい。中田のあっちゃんのね、がね、もう4ヶ月で100万人って言っちゃって、わーってなっちゃったんだけど、2番手になりますけど、でも教育チャンネルっていう、ガチガチな授業チャンネルでも、いけるんだっていうところを必ず見せます。そして、これは来年中は難しいですけど、今中学校、高校に通ってる子たちが、まあ来年、2020年の後半ぐらいには、あれちょっとなんか YouTube と学校現場マッチングし始めたんじゃねみたいな風に、ちっちゃな変化は、まあ少なくともちょっと半分ぐらいの方が感じてもらえるような風には必ず変えていきますので、もしたまたまこれ縁あって、しかもこの時間まで見てくれたね、そのちょっと、優しい皆さん、リスナーの皆さん覚えておいてください。はい、そんなこと言ってたなって頭の片隅でいいです。
2020年中に必ずねその2つ叶えていきますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。これまでもそうです、みんなの支えと応援があってここまでやってこれました。7年間もね、本当なかったら辞めてるから、俺途中で辞めてる、心折れてるからね。本当に今までもありがとうなんですけど、これからもみんなの力が必要です。はい、自分は自分のできること頑張りますんで、ぜひ一緒にこれからも頑張っていきましょう。うまくまとまったね。はい、ということで明日からはダイエットですめっちゃ食べたからね、この4日間太った。はい、まあそんなことはダイエットも頑張っていきますけど、ぜひ今後もよろしくお願いします。それじゃあおやすみなさい。